さん、こんこにちは、えっとね、趣味がね AI アートになりましたものすごくたくさん作品作りましたよ私いろんなテーマで作品を作ってねもうそれを眺めるのがねあの非常に楽しいともうこれはいい作品には私自身誰かの作った AI アートにお金払うレベルになってますで私自身の作った作品や私自身の仕入れた作品もあのマーケットで、ね、あの売るっていうことができるわけですよ じゃあどうやって売るのかな ?AI アートは何なのかな ?NFT をそこに裏付けてどういうことなのって様々なことを学べるのがプリンシーデジャートっていう会社に関わってからのことなんですよ。で、このプリンシーデジャートね、まあすでに会員登録されてたらどんどん出てきてるんですけども、私のグループもできつつあってね。うーん、なんか一番の売りはこのプリンシーデジャート。マイケル・ジャクソンの NFT アートを2200円で入手することができるっていう触れ込みなんですよ。もちろん会員になれば誰でも買えるかどうかってこれわかりませんけども、 やっぱりりり作品には数の限りがありますからねまあでも手に入れることができれば個人で楽しむこともできるしそれを欲しい人に高額で販売することもできるのかなっていう風なね新ししいマーケットに参加したいような思いですただしこの NFT アートってのは無限に生み出されるんで多分どこかで価値は飽和すると思うんで最初の段階の時だけさっと稼いでそして静かに退場していくっていうスタイルを私は取ろうかなと思いますよね。 うん、あの NFT っていうのは結局証明書ですからあのなくてもいいものなんですよねただ NFT が埋め込まれることによってその AI アートが転売されるたびにその転売益の一部がもともとの人に転がり込んでくるっていうところに魅力があります今まではどこだけ転売した人がお金を流通させようと一番最初に売った人には入らないっていうポジションでしたからね、うん、AI アートね でちなみに AI アートはアプリで簡単に誰も作ることができますので、ぜひね、ワンダーで検索してアプリをダウンロードしてみてください。W-O-N-D-E-R です。ワンダーね。これでよろしいかと思います。私が使ってるのもそれです。うん。はい。まあでもね、あのナミさん、いろいろとお考えがあるようでしたら、またあの AI アートについて、NFT についてご質問いただければ、回答動画にして送らさせていただきます。 えそしてですね、ナミさんのセールスに関してですけども、えっと、14日まで私も販売にお付き合いさせてもらいますんで、毎日私のプラットフォームから掲載させてもらいます。そこか塾でもナミさんのコンテンツの作り方という、こういった商材をね、販売協力することをここでまたお話しさせてもらいます。うん、それにしても、すごいですね。10年ね、お互いにやってきましたね。10年生き残ってきたってことがすごく大事だし、 もう私は吉谷さんはもうそれオンリーになっちゃってますけども、ナミさんの場合はリアルもやりながらなんで、これは大いに励みになるんじゃないですか。ナミさんぐらいの発信量、これはリアルな仕事をやっていてもできるんだよってことだと思うんですよ。私自身すごく感心しますよ。こうやって毎日のようにコンテンツを送っていただいたりとかね、送ってこない時でもちゃんと動画を更新したりとかするのは見えますし、まあ、LINE とかも発信してると思いますしね、どこにそれだけのエネルギーと時間とおやる気があるのかっていうふうにね。 もう感心すするばかりでございます私もね、負けないようにね、もっともっと、ナミさんを目指して、吉谷さんを目指して、頑張っていこうかなと思うところでございます。本当にありがとうございます。えー、それでは今回は以上です。